アタネは観光協会で働いてるという。とりあえず来てみたはいいが、何か用事があるわけでもなしと、ばったり。マサトじゃない？鉢合わせてしまった。あまりに不自然な遭遇だ。どうしたの？なあ、いや、ちょっと見てもらいたいものがあってさ。昼休み抜け出せる？別にいいけど、マサトの方から来てくれるなんて意外。近くに昔よく通った喫茶富士がある。推しの鉄板イタリアンが忘れられなくて、早速注文。ついがっついてしまう。ごめん、急な仕事が入って遅くなっちゃって。長い髪をかき上げ、茜が入ってきた。掛け時計を見れば1時前。見せたいものって何？風呂敷を開いて折りたたんだ生地を取り出し、テーブルに並べる。右と左、2枚。なんか俺、親父と同じことしてんなって思った。同じ人が折ったものだと思う？何のクイズだ？ね、いいから当ててみて。茜はポカンとしたが、俺に促されるまま生地に触れていく。っていうか、両方ともマサトが折ったってオチでしょ？なんでわかった？話の流れからしてそうかなって。こっちがかなり昔に折ったやつで、こっちがつい最近仕上げたやつ。ばあちゃん、昔の方が出来いいって言うんだわ。茜は小首をかしげて、今度はかなり念入りに生地を比べ始める。確かにそうね。私もばあちゃんと同意見。木綿蔵に行ってたの？うん。私通ってたことあるし、いろいろ教えてもらってたでしょ。だからなんとなくだけどね、私も違いのわかる女になりました。今の方が上手くない？小学生の自分に劣るとは。茜がチェック柄の生地を優しく広げて、くすっと笑う。子供の頃に折ったものなんだ。そうかなとは思った。え？折り方が荒いしね。でもなんていうか、この生地には何かが詰まってるような、そんな感じがする。何かが詰まってる？何を作ろうとしてた？30年前だぞ、忘れたよ。そこが肝心なとこじゃない。いいよ、もう。昔の方がいいんだろ。それがはっきりしただけでいいよ。何？急に旗折りに目覚めた感じ？あ、家の手伝いをするようになったから？それは違う。もう現場に入ってないし。え？何かあった？茜には関係ない。ないことないし、賭けに勝ったの私だし、約束破った。そっちこそなんかあったんじゃねえか。え？何？その、見っちまったからさ、偶然。駅裏の浜屋メンタル、入るとこ。人違いじゃない？俺が茜を見間違うと思うか？大丈夫か？大丈夫よ。ほら、私こんなに元気だし。おどけた顔で茜がガッツポーズを見せる。昔からこういう時に限って無理をしている。20年も帰郷しないでいると友人を失う。マジで失う。ダイニング孫。同じく最近帰郷したオーナーが岡田を面白くしたいってオープンしたらしい。ここで緑川京子がバイトしてるって聞いた。しかし、昔と違って古民家カフェ、レストランが増えてて、なんつうか随分洒落た街になったなぁと感じる。俺はバイクを止めてヘルメットを脱ぐ。
で、ちょいと中を覗いてみると、すぐ正面に緑川がいて、目が合ってしまった。俺はついドアを閉めてしまった。どうやらまだ心の準備ができてないらしい。あ、お兄ちゃん。おい、なんでお前がいる。生地を戻しに俺は木綿蔵に入ったと、今度は作業着姿のともみと鉢合わせてしまった。会社を抜け出してきたんだろう。ともみはな、時々こうしてゆかりに会いに来る。床に淡い水色の浴衣が広げられていた。その縞模様にはどこか見覚えがある。母さん。ゆかりが自ら折り着とった浴衣だ。こんなものがここに眠っとるなんて知らなかったろ。縁側に腰掛け涼んでいる母さんの横顔がすっと脳裏に浮かんできた。ゆかりはともみを産みすぐに亡くなったからな。この子は何も覚えとらん。でも私、お母さんがどんな人だったのかわかるよ。ともみが浴衣を手に取り、羽織ってみせる。そして、目を閉じた。こうしてると、お母さんのね、ふんわりとした優しさが伝わってくる。ゆかりの手織りには、独特の風合いがある。そいつはゆかりにしか出せんよ。誰にも真似はできない。お兄ちゃんも羽織ってみる？いいよ、俺は。そうだ、いい機会だし、マサト、お前に渡しておきたいものがある。と言うなり、ばあちゃんがドタドタと2階へ上がっていく。ちゃんと木綿蔵に来てたんだね。どこほっつき歩いてるのかと思いきや、謎解きできた？謎解き？旗織りは誰がやっても同じってことにはならないんだよ。手織りじゃなくて、俺は機械の話をしてんの。ばあちゃんが降りてきた。両手に紺の手織りのシャツを抱えている。こいつはな、ゆかりが亡くなる前にマサトのために仕上げたものだ。大人になり家業を継ぐ日が来たらさ、渡してほしいと。くどいな、継がねえし。だからもういいだろうと思ってな、マサトにあげるよ。俺は母さんが残したシャツを手に取る。確かに肌触りが違う。こんな俺でも分かってしまう。ゆかりの思いが伝わってこんか。お前たちを残して先立つことがどんなに苦しく無念だったか。母さんは俺が小学校に入った頃に膵臓がんを患い亡くなっていた。正直母さんとの思い出は何もないよ。親父と二人朝から晩まで工場にいたし、働き詰めだったし。確かにそうだった。ご近所さんには母親失格なんて後ろ指さされとったが、ゆかりにはな、どうしてもやらなきゃいけないことがあったんだ。やらなきゃいけないこと？ともみが浴衣を脱ぐと、ばあちゃんがゆっくり丁寧に折りたたんでいく。ゆかりは一人娘だった。だから神原家を継いだ。女でありながら女であることを捨てとった。化粧なんてせえへんし、男勝りな子だった。浩二はどこにでもおる普通のサラリーマンで、どこで出会ったかゆかりにめっぽう惚れちまい、何度振られてもしつこいくらい迫っておって。
あの言葉は今でも忘れんよ。私に土下座してさ、ゆかりさんがかんばら木綿から離れられんなら、俺はかんばら木綿ごとゆかりさんを愛しますって。会社は辞めてきたというし、仰天したわ。親父が土下座？あいつ右も左もわからんくせにがむしゃらに働いとった。その仕事ぶりはさ、ゆかりを失ってからますます拍車がかかった。工事は十分かんばらに尽くした。もうゆかりに義理立てしなくていいと再婚を勧めたが、首を縦に振らん。代わりにこの浴衣に触れてな、言いよったわ。ここへ来ればゆかりに会える。ゆかりは生きとるんです。だからこれからもかんばらに置いてくださいって。ゆかりの口癖はな、どこにも負けない、本物の最高の生地を織りたいというものだった。そんなゆかりの夢は工事の夢となり、あいつはずっとその夢を追っとるのだろう。お兄ちゃん、一緒に来て。ともみが俺の腕を引っ張る。私も見せたいものがある。ペーパードライバーは卒業した感じのともみの運転で、ピンクのマーチで夕日に照らされた車道を走る。どこ向かってる？工場。バカか、親父いるだろ。いないって。昨日今日と出張だし。っていうか、なんで叫んの？親子でしょ。親子だからこうなんだよ。うわっ、マサトとトモミは昔からほんと仲ええな。はい。事務所に入るとトモミが慣れた感じで奥のキャビネットを漁り始める。で、紺と白の生地を取り出した。おばあちゃんはわかるよね？もちろん。白のさらしはな、ゆかりを失った頃にさ、工事がおったものだ。仕事が終われば木綿蔵にこもっとったな。ともみが俺の両手に生地を乗せてくる。そこには何もない、ただ悲しみだけがあると。そう感じんか？工事はな、手織に没頭することによってでしか苦しみに耐えることができんかった。でも紺の生地は違うんだよ。ともみが生地を広げてみせる。はあ、その縞模様の生地には未来が透けて見える。未来？見えんか？私には見えるぞ。すべてを失った工事がそれでもかんばら木綿に向かう理由を見つけたときに、もう一度原点に戻ってきたときに、その生地が出来上がったんだろう。手織は正直で嘘をつかない。縦糸に横糸を通すとき、織り手の心もまた一緒に織られていく。手織と向き合うことはな、自分自身と向き合うことに同じ。そいつを忘れるな。これでわかったでしょ？お父さんに隠された深い思い。わかんねえよ。え？忘れもしねえ氷の夏。あいつ突然部屋入ってきて、仕事を教えてやる。嫌だっつったら、
俺のギターを窓から放りやがったんだ。あいつはただの仕事バカ、暴君だよ。愛情表現、愛情表現。ほんと、忘れもしねえ。今すぐ工場に来い。は？聞こえんのか？俺はゴミなんだろ？学校祭でライブをやるんだ。見に来いよ。俺のギターまでゴミとは言わせんよ。不意に親父の血相が変わった。俺のエレキを強引に奪うと。ガキの遊びとカンバラモメント、どっちが大事だ？その日、親父は大腸がんを告知されていた。ばあちゃんの話じゃ、運よく早期発見。ただ、柄にもなく、死ぬ死ぬと、わめいていたという。とりあえず手術は成功。今日に至るまで、ピンピンしてやがる。家に帰ると、なんか無性にハードロックが聴きたくなったが、またともみが乗り込んでくるから自主規制しておく。2階の俺の部屋に入る。昔のままだ。すべてあの時のまま。バンドスコア本が山積みになった棚のそばにエレキギターが1本。こいつもあの時のまま。傷だらけのギター。な、ひでえ音。